こんにちは、筋肉料理人です。今日はニラ巻き、そしてネギ巻きの、焼き鳥を作ります。九州には、こういったニラとかネギとかを豚バラ肉で巻いた焼き鳥があって、焼き鳥屋さんで皆さん美味しく食べています。で、今日はそれを家庭で簡単に作る方法を紹介したいと思います。コロナ騒ぎで家飲みされてるって方が多いと思います。お家で簡単に美味しくて、そしてヘルシーな焼き鳥を作りましょう。それでは作っていきます。まずはニラ巻きから作っていきます。材料です。豚バラの薄切り肉、豚バラの薄切り肉は温度が上がると柔らかくなるので、使う直前まで冷蔵庫に入れておきます。そして竹串です。竹串は、スーパーとか100円ショップで売ってる15センチのものを使います。ニラは洗っておきます。そして、根元を少し切り取ります。で、根元を切り取ったら、これを半分に分けて互い違いにします。巻いていきます。ニラを豚バラ肉の上に乗せます。乗せてこれを巻いていきます。豚バラ肉の端っこをこの竹串ですね、竹串でこうやって起こして、そして巻いていきます。で、豚バラスライスのこの半分ぐらいを使います。半分ぐらいですね。そして、切ったらこちらの方も切ります。この端もちょっと切っておきます。そして、この巻き終わりですね、巻き終わりを下にして置いておきます。で、同じようにして巻いていきます。この端切れの部分とかここに乗せます。こうすると無駄になりません。巻いたら切ります。ニラ1束で8個巻けました。まあ、とりあえずこれを、串に刺します。串に刺すときは、巻き終わりがここになります。だ、最初の1個は巻き終わりが向こうを向くようにします。そして刺して、次の1個を刺すときには、この巻き終わりが手前を向くようにします。こうすると、巻き終わりが内側を向くので、焼いてる時に肉が剥がれにくいです。で、最後の1個も巻き終わりを内側を向けます。これで、ニラ巻き串させました。意外と簡単。ネギ巻きを作ります。長ネギです。長ネギを5センチぐらいの長さに切っていきます。切ったら巻いていきます。豚バラ肉の上に、長ネギを乗せます。そして手前の方から巻きます。豚バラ1枚の半分を使って巻きます。そして、巻き終わりを下にして置いておきます。長ネギの食感を柔らかくしたいときは、こんな風に切れ目ですね、切れ目を入れて、それから巻いてもいいです。そうすると、熱も入りやすくなります。巻き終わったら刺します。さっきのニラと同じように、巻き終わりですね、最初の1個は巻き終わりを向こう側に向けて刺します。そして次の1個は巻き終わりを手前に向けます。そして刺します。こうすると、肉が剥がれにくいです。で、最後の1個は巻き終わりを内側向けて、手前を向けて刺します。
これでネギ串の仕込みの出来上がり。ちなみにあのネギ串は、こういうふうに長ネギを使うものと、あと小ネギを使うものもあります。小ネギを使うものは、このニラ巻きのように束にして巻きます。それも美味しいです。フライパンで焼きます。焼く前に塩を軽く振ります。で塩の量は、少なめで大丈夫です。で少なめにしておいて、食べる時に、塩気が薄いと思ったら塩を振るといいです。塩を振りすぎるともう後でとっても困ったことになります。で塩を振ったら旨味調味料、味の素ですね、これを少し振っておきましょう。もう断然美味しくなります。フライパンに薄くサラダ油を塗ります。中火にかけます。フライパンが熱くなったら焼きます。蓋をして熱を通します。3分ほど焼いたところで火力を少し弱くします。5分ほど焼きました。いい感じで焼き目がついてます。蓋をしてあと 2,3 分焼きます。3分ほど焼きました。ニラの方が先に熱が入るので先に揚げておきます。いい感じに柔らかくなったようです。お皿に盛り付けます。ネギ巻きニラ巻き焼き鳥の完成です。ニラ巻き焼き鳥、ネギ巻き焼き鳥、完成しました。それでは試食してみたいと思います。九州の焼き鳥は、一味唐辛子をですね、さらにこうちょっと出して、それに焼き鳥をちょんとつけて、そしてそうやって食べるのが定番の食べ方です。いただきます。今ネギ巻きを食べたんですけど、このネギの甘みと、それとあの油が落ちた豚バラ肉のその香ばしさですね、カリカリ感はたまりませんね。これはもうめちゃめちゃビールを飲みたくなる味です。そしてニラ巻きです。ニラ巻きにも一味唐辛子をちょっとつけます。あのマヨネーズをつけて食べる方もいらっしゃいます。このニラの方も、独特のこの旨味がたまりませんね。豚バラがカリッと焼けていて、そのカリッと焼けた豚バラの旨味と、その、ニラのですね、柔らかい食感で噛んで噛めば噛むほどその味が出てくるような、それがもうたまらなく美味しいです。で、一味唐辛子をつけて食べるともうピリピリピリッときて、もちろんビールがいけるに決まってますね。コロナ騒ぎで皆さんお家に引きこもっていると思います。焼き鳥を食べたいときはテイクアウトももちろんしてください。でも自分で作ってみようっていうときには、こんな感じで野菜巻きの焼き鳥、ヘルシーなやつを割と簡単に楽しんで作れます。お家で焼き鳥、ぜひお楽しみください。